ハント級駆逐艦は、イギリス海軍の護衛駆逐艦の艦級。来たるべき、第二次世界大戦に備え、戦時急増を想定した低コストの小型駆逐艦で、当初は、魚雷装備を持たず、防空、対戦線に重点が置かれていた。原型である I 型、復元性改善と、艦砲装備を図った2型、魚雷発射艦を装備して、耐水浄火力強化を図った3型。 ソーニにルフト社の独自色が強い派生型である、砲型と4つのサブクラスがある。計画段階では高速護衛艦と称されていたが、全艦が狐狩りに由来する艦名を冠することとなり、現在の艦級名が付されることとなった。なお建造費は、3型では35万2千ポンドであった。1937年、本国艦隊司令長官、バックハウス大将は、 戦時急増に適した小型の駆逐艦の建造について言及した。1938年に第一海軍協に就任すると、この構想について本格的な研究を指示した。当時、イギリス海軍は2種類の駆逐艦を必要としていた。一つは大型の艦隊型駆逐艦で、もう一つが輸送船団の護衛を行うための護衛駆逐艦であった。 イギリス海軍ではもともと、ロンドン海軍軍縮条約での制約が、駆逐艦よりも緩いスループを戦団護衛に充当する方針で、1931年度から1934年度計画で、グリムスビー級、1933年度から1936年度計画で、ビターン級、1936年度計画で、イーグレット級、そして1938年度計画で、 ブラックスワン級と順次に整備が進められていた。また1936年からは第一次世界大戦中に建造された VW 級駆逐艦を対空・対戦護衛艦に改装するウェア回収も発動されていた。しかし当時艦隊型駆逐艦としては新型艦砲を搭載するため大型で高コストの L 級、M 級が建造されており、 建造ペースは年に急積という状況であったため、旧式駆逐艦の代替が追いつかず、護衛艦として改装できる旧式駆逐艦にも限度があった。このため、まず艦隊型駆逐艦として、設計を J 級と I 級の中間的なものに差し戻した中間的駆逐艦が検討された。これは後に、王宮を端緒とする戦時急造駆逐艦へとつながっていくことになる。 一方、バックハウス第一海軍協は、依然として、廉価型、小型駆逐艦という構想を温めており、1938年5月、駆動ルゾー艦局長に対して、試案の作成を指示した。当時、駆逐艦設計部門長であったコールゾー船艦は、このような艦は、安価にならず、砲兵装の供給不足も起きているため、最初の艦が収益するのは、 最初の設計図ができてから2年半はかかると指摘したものの設計作業は進み、9月には 9F4 インチ連装両用砲2機と 12.7mm4 連装機銃2機を搭載した25ノット艦案、加えて4連装魚雷発射管を1機搭載した30ノット艦案の2つが固まった。両案は悪天候時にも高揚性を保つため、フィンスタビライザーの搭載が予定されていた。 同年9月28日には30の都案をもとに、両用連装砲3機とし魚雷発射艦を取りやめる認可が軍令部長によって採火され、解説計案がまとめられた。しかしこの解説計案を見た、グドール増艦局長は全長を83メートル、建造費を当時建造中であった j 級、k 級駆逐艦並みの39万ポンドに抑え、合わせて、 並走と航続力についても再検討するよう命じた。この結果航続力は収益後に航続力不足に悩まされるほど必要最低限なレベルに削減されたが、ソナーや爆雷の装備、弾薬量の増加、乗員増加によるスペース確保等の追加要求により最終的な予定建造費は40万ポンドまで膨らんだ。この時点での計画並走は4インチ。 連装療養法3機、12.7mm4、連装機十2機、爆雷投射機2機、投下機準1乗、爆雷20個であり、18000馬力で最大速力29ノットであった。設計案を確認するために行われた模型による水槽実験では、船体抵抗が予想以上に大きく、根本的な設計をやり直す恐れが出た。再計算が行われた結果、 出力と速度関係問題はなく、プロペラ形状の調整で当初の性能が発揮されること、加えて波の打撃による船体疲労も許容範囲であり再設計は必要ないことが確認された。この時主設計者のバス山造船艦は、本級は他の全駆区間より勝る船体形状であると語ったという。1939年1月には、 対空兵装の強化として、12.7mm4 連装機銃に変えて、ビッカース QF2 ポンドポンポン砲を追加搭載し、落雷数も30個に増加した。さらに、これらによる速度低下を防ぐため出力は19000馬力へと引き上げられた。その結果復元性が悪化し、乗員スペースが減少、さらに建造費が2万ポンド増加するなどの問題が、 現れたが、これらも許容範囲内とされたまま、半途級の設計案は1939年2月8日に認可されることとなった。認可された同日に設計図は5つの造船所に送られたが、造船所は設計案の基幹重量270トンや船体重量460トンは軽すぎであり、それぞれ290トンと475トンに増大するべきだと、 海軍側に指摘した。この事態は海軍側でも認識されており、グドール造艦局長自身の見積もりでも、船体重量が487トン程度になると考えられていたが、成功所で鋼材を交渉寸法に加工できれば、重量削減が可能であるという指摘があったため、承認を行っていた。また造船所は、半途級の建造費についても、L 級駆逐艦より、 トン単価が高くなると指摘した。海軍側と造船所の調整により使用する鋼材を D 鉱に変える等の対策が行われ、建造費も戦術の対策や量産効果もあって39万7000ポンドまで減少することとなった。これらにより1939年3月には半途級の設計問題は解決したという合意が海軍側と造船所でなされた。 1939年6月に旧席が寄港されたのを皮切りに建造が始まり、39年末の時点で建造計画数は59席にまで達していた。第二次世界大戦が開戦した時点では18席が寄港しており、一番間、アサーストンは1939年12月12日に浸水、翌年2月4日より海上公務が開始された。 しかしこの大焼け身の結果、致命的な復元性不足が判明したことから、設計で述べるような大規模な改修が実施されることになり、アサーストーン以外の22隻は復元性、改善対策の改正内容を決定するまで、建造中止とされた。アサーストーンは、改修を経て、3月25日より大焼け身を再開した。その成果は良好であり、残りの22隻も、 同様の改正を受けて建造を再開することになり、1941年末までに23隻が完成した。これらは後に I 型と区分されるようになった。また1939年9月4日以降の発注文ではスワンハンター社により改良された設計が適用されており、2型と称される。その後、1940年4月には戦訓を踏まえて、 要求事項が改定され、これを適用した3型は1940年7月4日より、順次に発注された。また7月28日には、本来ブラックスワン級スループ向けであった2隻分の契約が本級に振り替えられ、こちらは、ソーニクルフト社独自の T1306 と称される、設計を海軍本部が若干手直しして採用した、4型となった。は、 選手老館板型で、特に方型は、管内容積確保としのげな未製工場のため、超選手老型とされた。また、巡航性能工場のためトランサムスターンが採用されており、これによって、基準排水量状態であれば全速時で0.5%、巡航時で1.5%の抵抗現象となっており、満載状態ではさらに有効であった。しかし、 上記の通り、一番艦の海上込みの結果、艦の復元性が致命的に不足していることが判明したことから、大規模な回収が必要になった。検証の結果、これは建造途中の重量像のせいではなく、抜本的な設計ミスに起因することが判明した。方向兵器を維持したまま復元性を改善するには、工程が進みすぎていた。このため、アサーストンでは二番砲を廃止。 3番砲の課題も撤去し、後部上下前や煙突を現行するとともにバラストを搭載した。この結果、満載排水量が増加して、速度の低下につながったが、復元性は改善された。2型は、スワンハンター社により改良された設計を採用しており、船体幅を広げることで、復元性を保ちつつ当初予定通りに45。 合径1 0 2トル連装砲3機の搭載を可能としている。3型もこれを修正した設計を採用した。なお、上記の通り、当初設計ではフィンスタビライザーの装備が盛り込まれていたものの、実運用での成績がかんばしくなく、後期立て造艦では撤去されて、そのスペースは燃料タンクに転用された。機関部は各型とも共通であり、ボイラーは、 アドミラルティ式参道型水管ボイラー二貫、蒸気正常は、当時の標準であった、圧力 300LBF、インに、温度摂置326.7度であった。手機は、パーソンズ式衝動反動式、オールギアードタービン、二軸推進貫であった。漢方としては、ブラックスワン級スループと同様に45口径10.2センチメートル砲を、 最大行革80度の CP マーク、ジックス連装砲がと組み合わせて3機搭載する予定であったが、蒸気の経緯により I 型では2機に削減された。また3型でも、対艦兵器として21インチ3、連装魚雷発射管を搭載する代償として、やはり2機に削減されている。なお小型、電化な護衛駆逐艦であることから、射撃式装置は、 やや簡素化されており、方位板はトライバル級に準じた機種に差し戻された上に、対水上用の方位板を省き、二百八十五型レーダーを備えたマーク V 方位板のみとなった。また、射撃板の構成も簡素化され、対空用は従来の駆逐艦,艦と同様に FKC マーク3を搭載したが、対水上用としては、スループ向けと同系統の FCB マーク。 2が搭載された。これは、並行して計画が進められていた中間的、駆逐艦と同構成であった。対空兵器としては、蒸気の経緯により、39口径4 0ト、mm、ル4連装機銃が搭載されることとなった。海戦後には両元に70口径2 0ト、mm、ル単装機銃が追加装備されたほか、魚雷艇対策として多くの艦では、 監視側に39口径 40mm 単装機銃も追加された。また、メーネルでは39口径 40mm4 連装機銃を56口径 40mm 連装機銃に換装したほか、ビューフォート、エクスモアでも56口径 40mm 単装機銃が追加装備された。対戦機の他の戦闘艦と同様、 レーダーや短波方向探知機といった電波を用いたセンサーが順次搭載されたが、艦隊駆逐艦として余裕が少なく、早期警戒レーダーと目標補足レーダー、短波方向探知機のすべてを掲載することはできなかった。ありがとうございます。